なにこれ、すごい、なんで、イエーイ、HKT48 の福岡撮影中。はい、今日は鹿野島にやってきました。イエーイ、いいお天気、最高、本当に、ね、気持ちがいいですね。私は鹿野島によくドライブで遊びに来るんですけど、さやちゃん、私は初めてで、そう、今日とっても楽しみにしてます。今日は何するんですか？はい、今回はですね、はい、今年の5月末にリニューアルした鹿野島のビジターセンターの紹介です。ビジターセンター、ビジターセンター、どこにあるんですか？ここから鹿野島を半周したところにありますんで、今回は自転車で島を巡りつつ目的地を目指してください。で、まあ、途中ですね、鹿野島に関するクイズをいくつか出しますので、正解が少なかった方には罰ゲームを与えたいと思います。罰ゲームだって、やばい、頑張るぞ。福岡撮影中。お、鳥、大きい鳥居があります。ね、すごい、なんかおしゃれな建物が。本当だ。あ、鹿島サイクルって書いてる。こんにちは。こんにちは。ここで自転車借りられるんですか？ここで自転車借りられます。鹿野島って自転車で回るのがいいんですか？はい、そうですね、もう一番は何といっても自転車になりますね。やはり歩きだと10キロくらいあるので、もう汗だくになっちゃいますね。本当ですか？ここってカフェと自転車屋さんが一緒になってるみたいな。そうなんですよ。すごい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ここからもすぐなんですけども、そちらにも鹿海神社という神社があります。はい、で、海水浴場、綺麗な夕日みたいな。あら、テレビ CM みたいな。ジャパネット一緒。上手ですね。ありがとうございます。行ってきまーす。お兄さん、ありがとうございます。行ってきます。イエーイ。気持ちいい風が。ハロー。ハロー。お、神社が見えてきたんじゃない？どこ？あ、見えた。着いた、着いた、着いた、早、ここかな、ここじゃない？福岡撮影中。わあ、立派。てかめっちゃ景色いい。あ、ほんとだ。すごい。海、山と海と空。海、海、もうなんか、見えてますよ。見えてる、見えてる。めっちゃ立派じゃない？はい、森林が。はい、わかりました。いきなり、いきなり、なんだ？いきなり。じゃあ、鹿海神社に関するクイズを出します。はい。ここ鹿海神社には、古くから祈願成就のためにある動物の一部を奉納する習わしがあります。果たしてそれは何でしょうか？竜。竜じゃないか。でもここ猫がいっぱいいるから、猫とか犬。鳥。違います。鹿。鹿。鹿の、の、角。角。正解。イエーイ。これは協力プレーです。協力。どうする、これは、これはどうする。割り勘、割り勘、割り勘です。割り勘。はい、じゃあ行きましょう。仲良しか。失礼します。失礼します。鹿がどっかにある。あ、いました、2頭の鹿。発見しました。こ、わー、何これ。角や。すごい。これ全部鹿の角？これずっと昔からある角ってこと？すごくない？本物ですね。なんかぎっしり中まで、めちゃくちゃ詰まってる。すごい、芸術作品。すごい。福岡撮影中。こんにちは。こんにちは。学校帰り。学校帰り？気をつけて帰ってね。全然ない。バイバイ。電車好き。ね。何年ぶりって感じだけど。何年ぶりなの？わかんない。でも中学校で乗ったぶりぐらいです。いやー。ね、かわいい。ね、かわいくない？なんか映えスポット結構ある。ね、インスタ映えなんだけど。かわいい。あ、海沿いだ。こういうの憧れでした。めっちゃ海の匂いする。イエーイ。最高でーす。到着。福岡撮影中。金井公園に着きました。着きました。なんか結構さ、すぐ着いたよね。おしゃべりしてたり風景見てたらあっという間に着いちゃった。本当に。ほら、すごい。
わあ、めっちゃいい景色。じゃじゃーん。イエーイ。イエーイ。イエーイ。見て。ちっちゃい。これが噂の金印ですか、これは。金印。じゃあここで出た急なクイズ。はい、急なクイズ。鹿の島で発見された金印に書かれている文字は。漢の名の和の国王。あれ逆。違います。はいはいはい、はい、はい。漢の和の名の国王。ですが、あ、ですが、あれ、はい、あれ、この金印のことが書かれている中国の歴史書は次のうちどれ？あ、選択肢。よかったよかった。はい、A. 魏志倭人伝。はい、B. 五漢書。C. 三国志。私はもう決まった。はい、決まりました。同時にいきましょう。え、A B C ですよね。うん。せーの、A。正解は B の五漢書。わかんない、なんか覚えてたの、中学校で勉強したやつ。いやいやー、じゃ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 ーん、イエーイ。ここはすごいデートスポットとかにもいいんじゃないですか。本当に福岡撮影中、気持ちいい、最高最高、イエーイ。これがロケで楽しめるなんて、なんてこっちゃ。もうこれ仕事じゃないぞなんか坂、え、坂坂やん姉さん遅い、きついな、もう姉さん遅いうるさいな、マジ漕いでください、これバイバーイちょっと待って、わか、下りや下り、登り道はきついですね。あー涼しい、あー気持ちいい、すごい、え、やばいやばい、気持ちいいね、めっちゃ気持ちいい、え、超気持ちいい、早こんなにスピード出したことない、チャリで。ビジターセンター見えた。ビジターセンター。ここ。福岡撮影中。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここはどういう施設ですか。はい、鹿の島で発見されました、うん、金印や自然や歴史について紹介をしておりまして、はい、今回リニューアルされて、はい、こちらのスペースでは限界国定公園の海岸景観を映像で紹介したり、金印や鹿の海神社さんの、はい、紹介しております。すごい、うん、そしてそちらには、はい、鹿の島を3000分の1で宿泊しております。3000分の 1? 分から超えてる、たんです、ここまで坂など、はい、坂行きました、はい、死ぬかと思った、ね、足パンパンです。でも景色がすごい綺麗でした。え、あそこの奥も行けちゃうんですか、うん、ぜひ。じゃあ行ってみましょう、はい、奥にすごいよ、水族館みたい。わー、不思議な気持ちになる。すごい、どこだこれは。島の一部かな。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。鹿の島ビジターセンターの解説をしてます、はい、大上と言います。ここはどういうスペースなんですか。ここはですね、はい、まあ、自然のことだったりとかを学んだり、うん、体験をしたりすることができるエリアになってます。このモニターは全てタッチパネルで、タッチパネル、はい、そうなんだ、すごい、触ることができるようになってます。環境共生のところなんですが、はい、ここではね、あの福岡県が今、はい、取り組んでいるワンヘルスについても紹介をしてます。まあ、人とか、うん、動物とか環境とか、はい、みんながなんかこう暮らしやすいような場所にするためにどうしたらいいか、うん、みたいなことを考えるための取り組みです。今ここに流れている映像は、うん、全て博多湾の映像です。海の中ですか、うん、はい、なんかね、魚だけじゃなくてこうやって不思議な生き物たちもたくさん暮らしてます、うん、ただでもね、あの問題も実はたくさん抱えていて、うん、お二人にはちょっとこれを覗いていただいてもいいですか。万華鏡みたい。これ何ですか、はい、中の、クイズです。何ですか。これは何を使って作った万華鏡でしょう。はい、なんか、早くない。海に落ちてるプラスチックとか。おー、海に落ちてるプラスチック。なんだろう。石。石、正解ですか。はい、うん、正解は海に落ちてるプラスチックです。すごい、正解だったんだ、はい、正解だった。2人にはあのこの万華鏡を実際に作ってもらう、はい、作れるんですか、
福岡撮影中。これ僕が実際にビーチで拾ってきた砂です。砂なんか入ってますよ。入ってる入ってる。これを中を取るんですね、1個ずつピンセットとかを使って。でそれで取ったものが、はい、かわいい。こんな感じで大中小と、一番ちっちゃいの集めるのは、はい、もうね、あの2時間も3時間もかけてやっとこれぐらい集まる。すごく集めるのが大変です。緑が多いですね、うんうん、思った。何のゴミなんだ、はい、緑は何だろう。そのクイズにしますか。え、プラスチックやろ。プラスチック、人工芝とか。これ滅多に当たんないですよ。あら、その人工芝が悪いってわけじゃないんだけど、やっぱそのそれ自体は便利だけど、うん、でもビーチに落ちているこの、ね、うん、破片は問題だよねっていうことで、うん、やっぱりみんなで考えていかないといけない問題かなと、うん、いい感じ。はい、図工の時間思い出しますね。子供の時間に戻って、ね、なんかこうやって自然環境と向き合っていく。でも自由研究とか良さそう、うん、こういうのいいかもね。くるくるくる、はい、あ、すごい、できた。よしよし、完成しましたか、うん、これ見ながら、なんか、あ、そういえばこれゴミだったなとかって思い出しながら、うん、なんか使ってもらえるといいなと思ってます。すごい、逆転の発想ですね。なんかゴミも宝物になる。すごい。福岡撮影中。めっちゃ夕日綺麗じゃない。うん、ほんと、ね、最高のロケーションです、うん、これはもう、はい、今日は鹿の島にやってきたんですけど、初めて来たさえちゃん、どうだった？普段ドライブとかで海辺を走ったりするんですけど、うん、サイクリングだと五感全部で楽しめたなって思うし、とっても素敵な一日になりました。そうで、今日行った鹿の島ビジターセンターでは、私たちが今日実際にやったことを体験できるイベントが随時開催されているので、詳しくは鹿の島ビジターセンターのホームページをご覧ください。ご覧ください。見てね。そういえば何ですか、私クイズに勝ったんですけど、はい、罰ゲームを受けてくれますか。何、何ですか。じゃあ一発芸お願いします。一発芸なんてしたことないですよ。めっちゃレアです。やば、ドキドキする。一発芸いきます。情熱大陸。トゥ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 、手が短い。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もっと感想あるやろ。ふっといて。はい、ということで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。バイバーイ。